はい、どうも皆さんこんにちは。本動画では、シンガポール航空でシンガポールからオーストラリアのパースというところに向かった際に、見えた窓からのオーストラリア大陸、これは僕にとっては初めてのオーストラリア大陸を見るっていう経験だったんですけども、それを見たというそういう搭乗機をお届けしたいと思います。それでは見ていきましょう。これがシンガポール航空で入ったラウンジのご飯ですね。地図を見るとこんな感じですね。これはですね、自分が乗る機材のインバウンドを調べているところです。自分が乗る機材がこっちに向かっていることが分かれば遅延等がある程度予測できますからね。自分が乗る機体がシンガポールに着いたなっていうのを確認して一安心しつつ搭乗ゲートで待ちます。で、この乗り込みまして、この日はちょっと雨が降っていたようですね。これ離陸しました。これはシンガポールならではのこの近海に近い海に、すごく船がたくさん見ることができます。夜だったらすごく綺麗なんですけどね。機内食が出ました。美味しかったですね。インドネシアとオーストラリア大陸の間ぐらいに来てますね。はい、でここでオーストラリア大陸に差し掛かりました。非常に印象深い景色が出てきます。これはiPhone で撮ってるので、ズームしても解像度は低いままでいい画質ではないんですけれども、どうですかこの感じ。非常にこう地球って感じがするなと思って僕は楽しみにして見ていました。でこうよく見てみると、砂漠の中にも道とか建物があって、ここにも人間の活動がの跡が見ることができますけれども、ものすごく広いなとオーストラリアは、そういう気がしました。ということで今回は以上です。どうもありがとうございました。